動する。ミドル拾いたい。オーバーヘッド。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。こぼれ球への反応は早かったですけどね。決まりそうですね。パリ・サンジェルマン、手元の情報ではワンツーパスでの崩しが得意なチームとあります。これについてはどう対処すればいいんでしょうか。そうですね、ワンツーは使うタイミングが分からないと思うので、常にマッチアップの際は警戒しておかなければいけないですよね。対処としてはワンを出された瞬間からマークを外さないことで、ツーを出されないようにするのが一番の効果的だと思いますけどね。ラインドラ、長いボールを振ります。ここで受けて、まだある。投手が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。
リケイタ、今日ワンアシストです。ボールを受けてボールを収まる、わかります。持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくやっていくんですよね。さあノースイーストロンド、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ラインゴロスクイークロス、ノースイーストロンドあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。来た、一つね、アングルつけてからのシュートだったんですけどもね。このスルーパスは通りません。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後怒涛の攻撃。さあ前半が終わりました。前半のうち逆転ですか、はい、いや素晴らしかったですね。そうですね、失点して火がついたんでしょうかね、ええ、選手たちの動き逆に良くなってきましたからね、はい、こういうことってあるんですかね。はい、パリサンジェルマン対ノースイーストロンド、ノースイーストロンド2対1とリードして後半を迎えます。後半スタートです。インシーニア、両チームボールが落ち着かない。メッシー、さあ繋がるか、このパスが抜ける、デブライン裏へ届くか、ナビケイト、このボールに触ります。コーチーム、メッシー審判に回しました。インシーニ、柔らかいボール、このボールは触りません。ルーズボール、裏のスペース、いい展開ですね。ノースイーストロンド3本目のコーナーキック、再びコーナーキック。ノースイーストロンド4本目のコーナー、パリサンジェルマン3本、これはわずかに左でした。ノースイーストロンド決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。これは先に触ります。ノースイーストロンドとボールはデブライン、メッシ、ここはすぐ奪い返します。パリサンジェルマン、スルーパスを出す、
ケインからイシーニェ、カット、シュート、決まった、追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。これはお手本のような綺麗なカウンターですよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。ケイン、今日2点目のゴールです。さあ、ノースイーストロンドン、勝利へと導く1点となるのでしょうか。ノースイーストロンドンとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね。この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどね。こぼれてる、大きく縦へ、メッシ、ゆるく狙ったボール、勝負だし、自分で持っていく、シュート、打つ、ラインドラ、ここでベンチに動きがあります。レオンベイス、スペースへ出す、打った、オーシーストロンド、ここクリアでランを逃れます。ラインゴラン、メッシからのボール、ディフェンダー集中力いいですよ。ここはドリブルで上がる、一人持ち上がっていく、ね、マルディ、ここは一旦キーパーへ下げます。縦へのボール、シメオネ、右サイドへ振って、サイド、これいいですね。打った、パリ・サンジェルマン、ビッグチャンス、ものにできません。判断がね、プレッシャーがあるかどうか難しいところですね。裏のスペースへ、インシーン、コウチーニョからクロスボール、パリ・サンジェルマン奪い返します。主審、上を口に加えて、今試合終了です。3対1、ノースイーストロンドン逆転で勝利。さあ、北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしたか。どちらにこう勝利の女神が